皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日も動物の森ポケットキャンプ、なんかこうどっからかゴクゴクって音がするんだけど、誰か飲み物飲んでるでしょうやっぱりねはい、やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、美味しそうだね。どうですか、今日朝なんだけど、はい、まだ朝の7時、日曜日ですね。あ、みんなここに集まってるんだ。ちょっとですね、ここの雰囲気を変えてみまして、ソファーですねを、こっちの方を見たく、横向きより正面を向けてあげた方が絵的にはなんか可愛らしく見えるんですよね。まあこれは元からこっち側向いてるんで可愛らしいですけど、このソファーを1個追加してこっち側向けてあげました。本当は横に2つ並べればちょうどいいんですけど、まあそうすると場所いっぱい取っちゃうのと、あとちょっと配置がおかしくなっちゃうので、まあこれしょうがないですね、こっち側はね。うん、これうまい具合に設置したのに座ってくれるって嬉しいですね。ただみんなソファーにしてもみんな中央に座るから僕が横に座ることできないんだね贅沢だねこれ。無言の圧力ってあるよね。真ん中に座っといて横には座んないでくださいっていうオーラを出しとくっていうねみんなそれぞれのテリトリーがあるんだね、動物だからやっぱりね。はい、じゃあ一人ずつ話しかけてみよっか。おはよう。キャラメルさん、私に何かご用ですか？あ、ちょっとアイテム多めだからあげよっか。虫が欲しいんだね、あげます。ほい。はい、キャラメル譲っていただけるんですか？ありがとうございます。なかなかハートが4ぐらいになると難しいね。はい、お礼は100ベルと、カチカチの素、ふわふわの素。はい、のりたまさんが手伝ってくださるのでとっても助かってますね。なかなか増えにくいですね最近はね。で、あとはブーケさんはその距離届くかな。ブーケ、てかどうしたの、チェキチェキ好きだな口癖。これどうぞ。お魚ですね、さすが猫さん。と、譲ってくれるの超嬉しい。お願いクリア。と200ベルと、キーの元。のりたまちゃんが手助けしてくれて、あたい超感激。これ3人とも同じぐらいなんですよ夏気度っていうか、いい感じにこういうできてるかな。何スルー、軽くスルーなの。あ、大丈夫だった。リッキーくん、あ、のりたまちゃん、椅子に座って休んでてもお腹は空いちゃうよね。僕がもし王様だったらきっと椅子に座ってるだけでご飯が出てくるんだろうね。王様が食べるんだからメニューは王様ランチだね。何が入ってるのかな、デシュ。君は欲しがらないんだ。いや、なんかあげるよ、大丈夫かい。ちょっと見てみようか。お気に入り登録されてるんだよねこの3人はね。はい、でちょっと気づいたのがね、タップするとこんな感じで出るんだね。特別なお願い、今は満足しています。一番下の方、プロフィール、誕生日6月3日、リッキー君。彼の笑顔を見ると心洗われます。悪意のない一言に心がズタズタにされることもあるけどって書いてあるねあー、そうなんだ、そういう人いるよね。はい、でキャラメルさんも満足してますね。12月27日誕生日、あと1ヶ月後じゃん。はい、ふわっとしてていつも甘い匂いがするキャラメルちゃんは
決して高望みせず普通でいられることに幸せを感じている素朴で優しい女の子がもう理想的ですよね。うん、なかなかいないんだよね。あ、リアルの話ね。で、ブーケちゃん、はい、もう満足してますね。誕生日が、2月27日村一番のアイドルブーケちゃんとはあたいのことだよ。はい、はい、あたいと握手したいお友達は一列並んでね。うん、自己紹介だなこれ。あれってことはこれ僕の自己紹介らもあるってことですかね。はい、ちなみに一回閉じて、この集団にフレンドっていう欄があるんですけど、はい、あ、マジンさん49分前にインしてますね。マジンさん、あの多種多様なゲームでご一緒して、私をサポートしてくださるマジンさん、優しいんですよねマジンさんね。最近 S 疑惑が持ち上がってるマジンさんなんですけど、はい、逐一あの ID を教えてくださって、全部ちょっとねチュートリアルというか全部場所行き終わったらマジンさんのお宅へ、お邪魔しようかなと思います。まあこれフレンドの追加ってフレンドの追加をするで押すと、相手の ID と自分の ID、 それぞれね自分の ID を教えるってことと相手の ID を入力するってやり方があります。はい、まあどちらもそれぞれ押してみたらもう想像通りですよね。 ID が表示されるのと、相手の表、あの ID を数字を打って入力する、まあそれだけですね。はい、あとは自分宛てのフレンド申請を見るで、フレンド申請中のプレイヤーを見る、今日の朝方かな、夜中にふと目が覚めたので、これまた親しくされしている森成さんに送ったので申請中にのプレイヤータップすると、そうですね、つまらないものですがさんになってますね申請中になっております。で、じゃあ戻りますか。はい、で、しずえチャレンジがついてますね。はい、ごくごくってすげえ音すんね。ひらめを3回スロークリア。アイテムは宅配ポスト。はい、で、クリアクリア、受け取り済み。うん、他の人のキャンプ場でいいね。あ、そっかそっかそっか。はい、で、しずえさん、チュートリアルをクリアしよう。クリア、よし、ガンガンもらってこう。で、任天堂アカウント、あ、作りました。あのね、前まで持っててメモしておいたんですけど、ことごとくメインアカウントとサブアカウント分けて持ってたんですけど、2つとも消しちゃったみたいです、綺麗に。なので新しく作りました。はい、連携しました。100枚ですからね。はい、まあ普通です。メールアドレスとか ID とか、あ、ニックネームかと、あとパスワード、誕生日、性別と、あと、まあ、あと日本とかね、そういう国と入れたりとか、そういうあれなので、別に住所とかそういうのはないので、まあ生年月日はありますけど、うん、そこまで大変じゃなかったな。はい、全然楽でした。で、レジャースポットにいる動物とおしゃべりクリア。はい、で、動物のお願いを叶えよう。すげえ、いっぱいもらえそう。で、魚を5回釣ろう。で、虫を5回捕まえよう。すげえ受け取れんじゃん。フルーツ5個5回拾おう。で、貝殻を5回拾おう。動物のお願いを5回叶えよう。これ、まだまだある。キャンパーレベルを3以上にしよう。で、キャンプ場で動物とおしゃべりしよう。
つか、これキリねえな、キャンプ場で動物のお願いを叶えよう。はい、動物の仲良し度を4にしてみよう。っていうかこれどこまで、すげえある。あ、じゃあここまでにしときますか。すげえ自分でもらっとこう。で、宅配ポストにがっつり届いてるんですね。すべて受け取る。これでリセットされましたね。で、じゃあ本日は行ってない場所に行きたいなと思ったんですね。これ何、服屋さん。ちょっと中段から攻めていきましょう。はい、ちなみにこと島にはゾウさんっぽい子が新たに来てますね。エレフィンさん、はい、が来てます。そうですね、以下の子たちはあまり興味をそそらない子たちですね。なので、まあ、そのままにしておいてます。はい、では服屋さんかな。はい、あ、違う、木漏れ日広場、案内所があるみんなの広場、いろんなお店がやってくるよ。はい、じゃあ出発。服のマークがあるんで、服って早いって、だから、はい、到着。あ、しずえさんいるんだ。しずえ、のりたまさん、ようこそ木漏れ日広場へ。この場所について簡単にご説明させていただきますね。こちらにはショップカーが来ていますので、お買い物を楽しむことができるんです。お店は入れ替わりますので、こまめに覗きに来てみてくださいね。広場の奥の方にはキャンプ場の案内所があります。日々皆さんのサポートができるように、ここには私がおりますので、お困りの際はお尋ねくださいね。それではごゆっくりお楽しみくださいませ。ちょっとどんな場所なんだから、すごい気になるんだよね。あ、こりゃ帽子屋さんですか。リボンとちょっと話しかけよっか。あー、エイブルシスターズか。はい、帽子やアクセサリーを扱っております。気になるものがございましたら気軽に声をかけてくださいね。ご不要になった家具や服の買い取りをしておりますが、いかがですか。グリーンのソファーはあんまりいらないかなと思ったんだけど、今のところまあまあまあやめとこう。はい、かしこまりました。もし購入したい商品がありましたら、商品をタップして教えてください。試着できるんだよね。これがちょっと気になった。黄色いリボン。はい、そちらの商品は黄色いリボンでございます。お値段は240ベルになりますが、いかがなさいますか。試着したいです。ちょっと待った、試着ができないの今回。どうしよっか。あれ動物の森って試着できませんでしたっけ。今回はこれはできませんよってこと。じゃ試しに買ってみましょうか。黄色のリボンか。もうちょっと大きい方が可愛らしいような気もするんだけど、まあいいや、買っちゃう。ありがとうございました。確かに240ベル頂戴しました。持ち物かな、持ち物タップで、服のマークが上の方にあるので、タップ。あ、ちょっとびっくりマーク、赤いびっくりマークついてますね。タップ。身につける。くるっ、
まあこんなもんでしょうね。まあね、うん、そっか、試着できないのか。はい、こんな感じに収まりました。うん、これこのサングラスはあれだね、かわいい。え、福引き所みたい。どうした？しずえさん、あ、のりたまさん、いらっしゃいませ。こちらは案内所です。しずえチャレンジ、いや、初心者マニュアルの確認はこちらからになります。あ、じゃあ大丈夫かな。さて、どうされますか？何したらいいっていうのと、初心者マニュアルを見たい、なんでもない。ま、とりあえず大丈夫かな、なんでもない。はい、わかりました。またいつでもどうぞ。はい、この動画編集とかしてる間に、昨日とかですね、昆虫採集とやら釣りやらフルーツ取ったりを結構、長時間にわたってやってたんですよ。なので持ち物は結構持ってますし、ちょっと見てみましょうか。自分の持ち物、これかな。はい、結構持ってるんですよ。で、持ちすぎると、今上の方に集めた素材100分の95ってなってますよね。ギリギリなんですね。はい、なので、レアな昆虫とかもあるんですね、これね。カブトムシとかね。はい、そのやっぱり個人個人の地域とか、やってるプレイヤーさんの選んだ場所によって違うんでしょうかね。はい、で、あ、たぬきちさん、椅子を売ってはるんですね。緑か、ちょっと話、もしかしてこのボンベみたいなやつもそう？売り物？あ、そっか、これは商品棚じゃなくて、そうだ、これ自体がそうだ、売り物なんだ。つぶきちさん、あれ、たぬきちさんじゃなかったっけ。いらっしゃいませ、豆つぶ商店の出張販売でございます。欲しい商品がございましたら、商品をタップしてお知らせください。商品の買い取りも行っておりますので、ご用の際はお声おかけくださいませ。そちらの商品は工具棚でございます。お値段は2800ベルとなっておりますが、いかがですか。いや、うん、そうですか、じっくりご覧くださいませ。まあ、いつものパターンですと、そうですね、まあ、可愛らしい部屋とか、あと楽器をガーッと並べたりする部屋とか、なんか動物の森をやってたので、まあそれ系で今回も行こうかなと思っております。シックなやつとか、クールなやつとか、そういう系は求めてないっすね。はい、まあのりちゃんのキャラクターがキャラクターなんでね。こういう場所なんですね。で、日によって、この両脇のショップが入れ替わるっていうイメージでしょうか。服屋さんがないので、服屋さんが来るのかな。これあれですね、キャラクターの遠ければ遠いところをこういう風にやるとすごい速く走るんだけど、キャラクターの間近を押すとすげえ遅く、そうだね、歩幅狭く走るんですね。へえ、じゃあまあここは分かったので、マップ、どうしようかな。お店っぽいのと工事現場っぽいマーク、あ、わかった。昨日ちょっとタップしててね、なんだこれと思ったの、ローン系かな。ちょっとこれ右の方から行ってみましょう。鳥が飛んでるようなマークのやつね、行ってみよう。あれ、 OK モータース、ローンのマークじゃないんだ。車の形やペイントを変えられるよ。結
構素敵なカスタマイズができるみたい。はい、キャンピングカーのことなら OK モーターズにお任せ。出発。なんか車高を低くしてるのかな、低く見せてるのかな。お、お、キャンタロウ、いや、いらっしゃい。キャンタロウ、お客さん、うちは初めてだよね。ってことはまずは紹介からか。ここはオイラの店、OK モータースっていう車屋さ。うちはキャンピングカーを専門に扱ってるから、あんたの車も任せてくれよな。挨拶ですね。よろしくと OK。 じゃあ OK。 キャンタロウさん、うちの店ではお客さんたちの車のペイントをカスタマイズしたり、車内を大きく広げたり、はい、車の何でもやって感じだから、いつでも気軽に来てくれよ。おいらキャンタロウってんだ、今後ともよろしくな。せっかくだから他のメンバーたちも紹介させてもらうよ。まずはグーさん。メンテナンスの担当は俺さ。うちに持ってきた車は責任持ってやらせてもらうよ。グーさんは親父の代からの頼りになる大ベテランなんだ。そしてもう一人はペイント担当のピンちゃん。声高えよ。どんだけ高えんだよ。はい、どうもどうも、僕ここのカスタマイズに惚れて働かせてもらってるっす。みんなからピンちゃんって呼ばれてるっす。どうぞよろしく。てなわけで、キャンピングカーのことならオイラたちに任せといてよ。あんたはこの先お得意さんになってくれそうだし、お、このキャンピングカーのカラーをカスタマイズしてやるよ、やるよ。ただね、お近づきの印ってことで、今回は特別にタダにしとくからな。それじゃあ好きなカラーを選んでくれ。何色ありますか。お、ちょっと見てみよう。今がツートンで、ライン A、 ライン B、 あの例の車みたいですね。でも例の車は真ん中にラインが来てるんだよね。これはフロントタイヤの前でラインが落ちちゃってるけど、例のタイヤは真ん中あたりにラインが来てて、で真ん中に W の大きい、 VW の大きい丸い文字。言っちゃバレるじゃん。なんでもないです。トリコロール、クレープ屋さんみたいですね。でライン B、 あれ、ワンみたい。ホンダのワンみたい。何でしたっけ、何ワンでしたっけ、忘れちゃった。カラー AB ってあるのかな。じゃあちょっとピンク、おう。でもカラーこれで良くない？無難ですね。めっちゃ無難ですね。黒。あ、ちょっとオールドカー見たくなりません？これ。いいね。これすげえ無難。本当に無難。売られてそうなカラー。ピンクを薄めにしてみよう。あー、紫。かわいいね。そっか、ごめんなさい、全部見ましょうか。一人で楽しんでんじゃねえよとか言われそうな気がする。じゃあ分かりやすいやつ、ツートン。あー、でもなんかちょっと違うな。まあいいか、しょうがないか。ツートンにして、全部のカラーをちょっとメインで、ごめんなさいね、メインだけ見てみましょう。だってサブと組み合わせたら大変な数になっちゃうから、流すようにね。
こんな感じで。おー、黄色、ちょっとレーシーな感じにもしたいね。グリーンだとちょっと昔のミニみたいな感じ。コンカー、あ、赤色っていうかこれ朱色かな。黄色、さっきよりは落ち着いてる。うん、ちょっとミニに近くなったね。はい、でオレンジ好きだな。オレンジ黒かっこよくないですか。で薄い黄色でグリーンもここら辺になるとなんか目に優しいような感じだよね。あ、単色もありですね。でもせっかくだからツートンにしたいかな。今回はただなんで、とりあえずこれでいいかじゃなくて、でもそれでも考えた方がいいよ。パープル、迷うな。やっぱりでもピンクだよね。どっちのカラーをメインにするかにもよるよね。あー、あ、ガラッと変わる。どうしよう。お、ちょっと古っぽい感じでいいな。あ、いいっすね、クラシックだ。どうしよう、クラシックでいきたいかな。ちょっと何台か所有したい車。白か黒。おお、これ黒でさ、どうでしょう、かっこいいね。あれ、もしかしてこっちの方が全然かっこよくない。こうだよね、こうだよね。赤とか、逆もまたしっかり、こういうやつだね。あー、個人的にはすげー好き。僕的にはこれなんですよ、方向的にはこれなんですけど、のりちゃんの車なんで違うんだよね。こういうパターンとかね。こうかな。はい、のりさんの車なんでこっちか、逆かな。ピンクピンクしすぎててもなので、差し色的に、まあ差し色ってか思いっきりがっつりピンクですけどね。他のやつ見てみようか。トリコロール、ちょっと合ってないな。ツートンっていうかもう3色になってるよねこれね、屋根があるからね。でライン A、 こうかな。若干古めかしい感じ。それかやっぱりピンクどうでしょう。あー、やっぱちょっとしつこいかな。本当はここら辺かなと思ったんですけどね、ちょっとやっぱしつこいか。そうですね、こんな感じかな。ちょっと青系を考えよう。あ、間違えた。あー、淡い色って感じ。ここら辺だね、感じ的にはね。はい、じゃあここにしときますか。いや楽しい、すげえ楽しい。 OK。 はい、このペイントに変更します。よろしいですか。 OK。
キャンタロウ、オッケー、任せとけ。ピンちゃん、グーさん。なるほど、力任せに磨くとかえって曇ることもあるのか。グーさんの話はためになるな。ピンちゃん、なんすか、トイレ掃除の話っすか。グーさん、ピンちゃん、ちょっと話があるからここに座りな。おお、キャンタロウ、かー、決まったね、ナイスなカラーリングだ。と、まあ、うちの店はこんな感じだから、カスタマイズや社内の拡張がしたかったら気軽に立ち寄ってくれよな。おー、車のカスタマイズ熱いっすね。うわー、なんか好き、結構こういうの好き、むき出しみたいな。あ、こんにちは。おー、かわいい。ちょっとこれから楽しみですね、こういうのね。はい、てな感じで、まだ、じゃあ行ってない場所を次回行きますかね。ちょっと今日は時間が来てしまったので、ここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕のチャンネルは商品紹介、感想、レビューや生活のお役立ち情報、その他バラエティに富んだ実写メインのケルズ。2014年4月よりスタートしたゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ。2017年より新たに設立したゲームチャンネル、ケルケルームゲームズファースト。そして任天堂ゲームメインのケルケルームゲームズ EX で構成されております。動画解説欄に各チャンネルのリンクがございますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も動画解説欄からどうぞ。